はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回はオーダーオブバトルパシフィック続きをプレイしていきたいと思います。で、前回の続きになるので、1942年1月になります。大日本帝国陸軍は本土でルソンの敵軍を殲滅、バターン半島に蹴散らした。我が航空部隊と海軍の優越により阻まれて、彼らには逃げ出す場所もないだろうということで、じゃあシナリオの方入っていきましょう。で、その前に得意化のところですね。まあ、ここは文字化けしてしまっているところは何があるかはよくわからないので、文字化けしていないところでいうと、ウルフパック、あとは東京エクスプレス、スーパー戦車、航空力学の発展の4つしかないんですけど、結局このウルフパックはですね、現時点で入れても、要はドイツ製の U ボート、潜水艦ですね、が海軍戦力に加わるよっていうものなので、今回は見送ってですね、スーパー戦車が入れられる状態になるまで現状戦力で耐えたいなというふうに思っています。なので、ここは閉じてしまってプレイの方を始めていきましょう。で、ここまでオーダーオブバトルパシフィック続けてきた感想としてはですね、まあ、大戦略とかに比べると、まあ、大戦略ファンの方いらっしゃったら申し訳ないんですけど、まあ、割ととっつきやすいかなという感じがありますね。あのビジュアル的にもね、戦闘シーンにしても大戦略とかに比べると割と現代チックな仕上がりになってるっていうのもとっつきやすい要因なのかなと思うんですが、さあでは戦闘の方を開始していきましょう。まずはブリーフィングからです。すべての残存する米軍とフィリピン軍の部隊はバターン半島に退却、半島の上部を横切って防衛線を構築しているが、ここを奴らの墓場にしてやろうということですね。この位置の真ん中にナティブ山があり、うまいこと敵の防衛線を半分に分断している。この山自体の防衛は警備だろうが通過は困難だと。なるほど。で、我々が半島の先端に向かって南へ突破しようとすれば、いくつもの敵の防御陣地に踏み込むことになる。うん。最後にバターン島の沖合のコレトビール島だ。そのマニラ湾を歪曲する位置の重要性から、可能な限り早くこの要塞を無力化させなければならないと。うん、敵はきっしりと密集しており、地形は困難で戦車と機動には不適当。それにもかかわらず、我々のこれ抵抗を速やかに排除することを期待されています。なるほどね。うん。VP を占領して、副次目標としては3つですね。30ターン以内にマリーベレスを占領、コリビトールトを占領、歩兵によって要塞砲を破壊。うん。この3つがあるということか。じゃあまずは戦力を配備していかなきゃいけないですね。で、まずは海軍戦力、これはね、飛行機をうまく回復させるのに使わなきゃいけないので、これをね配備していきましょうか。だ、銃使うのか。今銃もないもんね、これ見ると。ってことは海軍は今回は使わないってことだな。じゃあ海軍以外のものを選択していきましょう。まずは歩兵、飛行機。飛行機は航空基地があるのかな。あ、ここに航空基地がありますね。なので飛行機も配備可能だ。じゃあまずは歩兵から配備していきましょう。まあ、できるだけね、敵の近くに配備しておいた方がいいんでしょうけど、歩兵だと脆いんで、ある程度場所を選んでいきましょう。ここは橋を破壊されてるね、もうすでに。ってことは、渡り切ったところに部隊を配備した方が効率が良さそうですね。効率面を考えると。ここはまだ橋が破壊されてないから、急いで橋を渡りたいというところかな。で、あとは、飛行機だな。制空戦闘機、ウォーホーク。あと爆撃能力があって、艦上機の爆撃機。爆撃機が2機という感じか。そうすると爆撃機2機に関して言うと、かなりもう手負いな感じが否めないな。どうする？まずは救難式の艦攻、これ雷撃機なんで、これ配備する意味はないので、まずウォーホークだな。ウォーホークを配備しよう。で、艦上の爆撃機は飛行場にすぐに入れて、回復させよう。このままだとすぐに落とされてしまうので。で、あと余っ
っている449のポイントを使って部隊を購入していきます。どうしようかな。対戦車、戦車、砲兵、対空、まあ、戦闘機、あとは戦術、戦略の量、爆撃機あたりがポイントになるかな。じゃあまず爆撃機から見ていきましょう。一式立功か。一式立功は、機雷を施設できる。戦術系の爆撃機だと、九九式の艦爆。まあ、このあたり中心になりますね。で、地上部隊だと砲兵がいて、砲兵ただな、動きがとろいんでちょっと厳しいんですよね。対戦車もそうなんですが。となると戦車になるんでね、九軟式中戦車にするか、九五式の、軽戦車。ここは、九軟式の中戦車。これを思い切って配備していこう。さらに買うぞ。さらに買っていこう。おっと、士気ポイントが足りないか。しょうがないね。士気ポイントを満足させるのは、重火器砲兵を入れる？いや、違うな。陸軍工兵。工兵か、微妙だな。このあたりは、おいおい入れていくとして、陸軍の陸戦隊。海軍の陸戦隊を入れよう。いやー、強いけどね。で、これで士気ポイントを使い切っているので、ほぼ。士気ポイント溜まってきたら、また動員していきましょう。じゃあ、これでスタートしていきます。まずは、部隊を進撃させないことには始まらないから、硬い人から行った方がいいよね。結構ダメージ食らうな、ここは。あ、そうか、忘れないうちに飛行機を着陸させちゃおう。一度。んで、回復させないといけないんで、回復させましょう。今まだ回復ポイントがそもそもないから何もできないっていうパターンだな。まあ、じゃあこれはこれとしてだ。戦闘機、制空任務の戦闘機、爆撃機だったかな。これを投入してしまって、破壊試みたかったけど、これは制空権のみかな。しょうがない。じゃあここはまずは敵の陣容を確認するという意味で飛ばしましょう。敵がどこで何してるか分かるだけでもだいぶ違いますからね。で、まずは一部隊破壊しちゃいます。よし、まずは敵の要塞一つ目潰しましたね。じゃあ進軍ルートはこっちのルートで、もう一部隊はこっちのルートから進むか。この戦車はダメージをちょっと受けちゃってるんで、士気ポイントを使って回復させたいな。回復させよう。でだ。飛行機の方は回復できないでいいんだよね。いや、できるできる。全然できるじゃん。やろう。いや、できないね。今入ったばっかだからできないんだな。次のターンに入らないとダメですね。で、これも、パワー1しかないんで、もう回復しましょう。回復しないことには話にならないんで。で、続いてですね、こちらの戦線の方に行きましょう。まずは要塞を撃破しちゃいます。
これで動かしてない部隊はないでいいのかな？ターン送っていきましょうか。戦車が破壊されるぞ、これは。迂闊だったな。撤退してくれればいいんだけど。我々がルソンの敵守備隊を素早く破壊することができなかったためにパターンへ続くいくつかの橋を破壊されてしまった。確認しました。もうすでに破壊されてましたね、残念ながら。そしたらもうパワー1になってる彼は後ろに下げないと危ないので下げましょう。で、代わりに俺も回復させないとちょっと危ないな。回復させよう。まあ、6まで来てれば大丈夫かな。6がいきなり完全破壊されるってこともほぼないと思うので。さあ、これで対戦車を破壊していきます。1残ったか。これ破壊しきれませんでしたね。まあ残念、しょうがないね。あとは飛ばしておいて敵の位置を確認していきましょう。敵がどこにいるかですね。あとは飛行機の回復。これで次のターン飛び立てるようになるでしょう、ここまで回復してくれれば。でこっちの戦線だな。ここは回復させてあげないと危なっかしいので、一旦これ以上できることはないかな、ここは。じゃあ次のターンに進みます。1ずつでも削られたら削られたらで結構痛いからな。さて、じゃあ回復していきましょう。まあ日本陸軍やっぱり強いよね。ここまでは順当に戦ってくれてるなっていう感じはするけど、ただやっぱここのね、防御陣地にいる相手と戦うのはなかなか骨折れますね。で、続いて飛行機体を発進させる前に、ここを破壊しておこう。で、この辺りに敵の部隊はいないね。なので先へ先へと進んでいきましょう。まずはここに救う。さあ、順調に味方は進軍を続けてますね。
じゃあ飛行機体を発進させていきましょう。格納済みの飛行機体です、まあ、6、7まで回復してればちょっとは戦えるかなっていう感じはあるんで、これでね航空戦力が出揃う形になります。そうか、このターンで全部出し切れなかったな。3機今格納中だったものが出し切れてないのは残念ですけど、まあ、基本的には敵を包囲した方がもちろん効率よく倒せるので包囲する形を取っていきます。1か、漏らしたね。ここは倒したかったけど。さあ敵の陣地を確認して進んでいきましょう。この辺り敵がいる可能性あるね、まあ、ちょっとずつスピード遅くなりますが進軍していきます。じゃあここは陣地を確保するまで一旦待ちましょう。30ターン以内どうのこうのっていうのはちょっと達成は困難になってきてるので、そこにはあまりこだわらずにいきます。あー、ここにも出せたね。3機同時に出せましたね。ちょっと一旦無駄にしちゃったのはもったいなかったよな。なんとか他のところで取り返しましょう。取り逃がしたやつが山の中に逃げてったな。ああいうのをね始末するのは結構大変なんですよね。さあ戦線突破です。進撃は遅く困難だが、じわじわ敵を後方へ追い立てているぞということですね。さあ遠藤秀夫、じゃあ彼を乗せよう。早速んで航空隊ですね、航空隊にも乗せちゃいましょう。これでいいね。こっちの方がなかなか追撃が困難になってきてるんで、航空隊を配備して撃破に当たらせたいな。爆撃届かないか、まあ、当たってくれればラッキーぐらいかな。当たんないよね。まあこれはしょうがない。まあ予定通りというところかな。であとは発進させた航空機ですね。まだ発進させたばっかなんで航続距離はあります。で高速距離が心配なのがこっちだね。一回戻しましょう。無駄にパワーを減らす必要はないので。さあ問題はこっちだな。この部隊はここで陣地を確保するために待機させておいて、他をどう進撃させるかだな。順番をちょっとよくよく考えていかないとひどい目に遭いそうなので、まずは歩兵を進めましょう。でこの歩兵で陣地を確保します。でその上でさらに進撃
いや、ここは歩兵を前に進めてここの陣地を破壊しちゃおう。その上で、うわー、前に進めないか、やらかしたな。いや、彼がここに行けるね。これで大丈夫だ。危ない危ない。こういうやらかしプレイ致命的になるんでね、気をつけないといけないんですよね。これでどうだろう、西側東側それぞれ半分ぐらいずつは進行してきた感じはあるかな。ただこっちの戦車部隊がちょっと消耗が激しくなってきてるんで、一旦動きを止めちゃって回復に専念しましょうか。ここも回復しておかないと危ないので、回復しにかかりましょう。ここも一旦回復に費やそう。回復する人をこの陣取りに置いておけば、回復したターンはどうせ動けないんで、結果的に他の部隊の行動を制限しなくて済みますね。あ、攻撃できないのか。攻撃したもののどうなんだろうね。ターン数だけ消耗しちゃうのかな。もったいなかったな。こういうボンミスがね、積み重なると結構痛かったりするんですけど、東側西側でいうと西側の方が今のところ順調なのかな、ルート的にはね。じゃあこれでターンを送っていきましょう。あ、しまった、航空隊着陸させるの忘れた気がする。めちゃくちゃ攻撃されてるな。ぐは、結構食らってるな。ここ守り硬いですね。歩調合わせた方が良かったかな、西と東。ちょっと今更な感じがありますけど、まずは航空隊を収容しちゃいましょう。でだ、問題はこっちだね。ここはまずは回復だね。回復。いや、本当に残っていた敵の歩兵がどっかに行っちゃったっていうのが痛いな。痛すぎるな。どこに行ったんだ奴らは。あ、ここにまた陣地がありますね。これも叩いておかないと危ないな。ここは回復しましょう。ここも回復、ここも回復。ちょっと回復に使うターンが多くなっちゃってきてもったいない感じがしますけど、まあ、回復しないと危ないので回復はしっかり入れていきます。
さこれで全部すいません全部動かしましたね。ここの基地からの攻撃が結構ダメージ食らうんだよな。ここに部隊が出てきましたね。さあでは進撃をしていきましょう。まだ大丈夫でね、航空隊の航続距離を心配しているんですがまだ大丈夫そうです。じゃあまた西側から進めていきましょう。これ進めちゃうのちょっともったいないよな。もうちょっとで完全に占領下に入るんでここはちょっと待ちましょう。遅れてくるっていうのはねちょっと痛いんですけど、まずはここに敵の部隊がいないことを確認して、いるかい、いるんかい、見つけられなかったんだな。回復しておきます。いるのかここにも。飛行機からだと発見できないやつらがいるな。これがちょっと邪魔くさいな。ダメージ結構受けちゃうからな。まあしょうがないですね。おっと2になったか。これ次のターンで破壊されてしまう可能性があるんでちょっと他の部隊に先行させられるんだったら先行してもらおう。さあなかなか厳しい戦局が続きますね。ここはAI の思考が長くなってきてるな。ちょっと戦局が複雑化してきてるからかな。こらえてくれよ。戦車とか歩兵が一部隊でもいなくなってしまうと結構辛いんですよね。アメリカ軍の方が逆に進行してきてるな。
袋叩きにされてるな、ここの部隊が。ちょっとピンチはピンチなんで、考えましょう。ここから。テコ入れするのはここから考えます。まずは、飛行機を発進。で、パワーのなくなってきている飛行機は一旦戻しましょう。敵の動きは大体分かったので、一旦飛行機は戻しちゃって、いいでしょう。でだ、西側から決めていきます。まずは、ここだよね、危ないのが。結構盛況なんだよな、やっぱり。アメリカ軍は強いですね。ここは回復しよう。問題はここのアメリカ軍の戦車部隊なんだよね。この2は回復するしかないので回復しよう。逃がしたか。取り逃がしましたね。あ、この戦車4危ないぞ。1にされてしまった。ここは進軍を持っての方だ。なかなか厳しい戦いが続いてますね。どうしようかな。あの戦車、この戦車1が結構危ないんですよね。なんとかこの戦車は守りたいんだけど。結構射程が長いね、この辺りになってくると。うわ、来たよー。これ破壊されるんじゃないかな。ぐは、破壊されたね。戦車が1個潰されたか。指揮権は回復したので戦車を1個回復させよう。いや、アメリカ軍はやっぱり強いね。じゃあ、部隊を購入していきます。これは何が破壊された？もはやわからないか。破壊された部隊を、これだな。購入していこう。これを、こちらの戦線に投入。救難式は置いておいて、他危ない人がいれば回復に努めよう、今回はね。あ、この歩兵も回復させるべきだったかな。今更だな。ちょっとこの辺り判断ミスが多くなってきちゃってるのは
コマンドを下す前に一回立ち止まって考えた方がいいですね。本当にそれでいいのっていうの。そしたらこれも航続距離がともかくそろそろパワーがなくなってきてるんで一旦収納しよう。うわ、3しかないのにさらにここ地味に1削られるって痛いな。大丈夫か？なあ、残り1のあそこも逃げられるのは痛いな。しっかり追撃しよう。輸送船団が到着。よし、さらに大本営は銃砲も配備してくれたというわけだな。まあ到着までにやたらめったら時間はかかりそうだけどしょうがないね。ここは陸戦隊が入ってるんだな。じゃあ陸戦隊上陸させよう。忘れないうちに砲兵もバシバシ移動させておかないとね。残り1がどうにもならない。攻撃する意味がないっていうやつだな。000っていう。ん？戦車の捕獲ね。よし、戦車捕獲できたのは大きいぞ。
これで戦線は少しは前には運べるかな？この基地破壊したいよな。とっても邪魔くさいんで。なんか逃げてたね。はい、というわけでちょっとね、時間が長くなってきてしまいましたので、一旦ここで終わりにして、次回ですね、この戦いの続きプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。